みなさんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。だーさあ、前回に引き続き本日もサウスとやっていこうと思う。サウスとわかるよね、見てくれたよね前回の動画。そう、ワンピースサウザンドストーム、今激アツだから。何が激アツかなのかは今から説明していくから、ぜひ聞いていってね。最後にも触れようと思うんだけども、今ログインするだけで恐ろしいことにガシャを1000連引けるっていうキャンペーンやってるんですよ。詳細に関しては前回の動画も見てほしいんだけども、これがとにかく一生ガシャ引けるから、もう本当に一生引いてる感じだったから、もうぜひともとりあえずガシャバシバシ引いてみてください。いいやつ当たった時の脳汁やべえから。さあ、そんなわけで前回に引き続きましてですね、今回5周年ということで、あ、おめでとうございます。5周年ということで、あの麦わらの一味が5周年の特別衣装でサウストのゲーム内に登場しているということで、今回はそいつを使ってまたガシャ引くけど倒せなさそうな敵にチャレンジしていきたいと思います。さあ、そんなわけでもうすでに画面見えてたね、バシバシ見えてたけど、このルフィとチョッパーが、まあギコちゃんが今この撮影している段階では特別衣装を着てる2名でござんすよ。ルフィ新世界、チョッパー新世界、強いんだよこれ、やばいよマジで。前回の動画からだいぶ上がったと思う、総合力がもう30万ぐらいあるからね。うん、こいつ早くゲットしたかよかったよルフィ、頼むぜ。でしかもその今このシーンカードの中でもこいつ、このカードがめちゃめちゃ強いらしい。本当にね、過去に見ないぐらい強いっていうね話を聞いたから、ちょっとこれね、幻突できる限りマックスまでしていきたいなと思いますんで、うん、頑張ります。それでは早速ガシャを引いていこう。さあ、来ましたね、ありったけのガシャをかき集めましたよ。いや、かき集めますよこれから。ステップガシャもありますんでね、これもちょっと引いていこうと思います。当たるかな、これ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 、ルフィの新世界のこのカードよ。そうちゃんと聞きたい、これちゃんと聞きたい。いきます、ガトリング、いいよね。当たってるか、あ、当たるのか、うん、うん、あー、これではないね、はいはい、違うんだよ。一回も当たんなかったか。ステップ2、うん、必殺技1枚以上確定、頼むよマジで、ガムガムな、ガトリング頼むよ、今回はマジで頼む。次やどんどん行こう、もう本当にこれはね、まさしくガシャのガトリング、ガシャガシャのガトリングだよこれは。もうどんどん行きます。あ、違うよ、これは来たんじゃないかルフィちゃんよ。ルフィちゃん来ちゃうんじゃないこれ。え、どう、食べろ、そう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 、そういうことだから大事だっつーの。あ、5周年フランキーね、フランキーか、フランキー今使ってねんだよな、スーパーしたいね。いやいやいや、パリンパリンはしないんだ、パリンはしないのね、オッケー、いいよいいよ、全然いいよ、いいよ、なるほど、おお、ガトリ、おお、来たんじゃないこれ、おお、ターボ来てんじゃん。ちょっと待って、もう一個あるぞ、何あれ、あれもターボって書いてあった、なんか強そうなのあったぞ、なんだあれ、なんだあれ、来たー。え、これも気になるんだけど、なんだこれ、あ、さっき当たったよこれ、あー、いや嬉しい嬉しい嬉しい、もう当たったもんね早速。ステップ5、ちょ、これ1枚でできんの、やば、え、あ、1枚なの、知らんかったわ、今気づいたんだけど、来るか、なんとな、うん、お、あ、これ来るんじゃない、あ、なんか来る、なんか来るよ、5周年か、チョッパー、チョッパーか、よし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 、いいよ、5周年チョッパーもでかいよ、でかいでかいでかい、ありがとうありがとう、センキューセンキュー、スーパーセンキュー、ありがとう、
あ、これも出てんじゃん。え、待って、2個出てんじゃん。やばい、引きがいいぞ。引き紙が俺に今取り付いてる。じゃあこれ引いていこう、このガシャを。これもうひたすら俺引きたい。あー、ちょっと待ってくれ。よし、まだ引く、いくぞ、頼むぞルフィ、来てくれよ。来い、よっしゃー、もうこれだよ、来ただろチョッパーじゃないんだよ。あー、来たー、それ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 、イエーイ。え、待って、10連目からあったんじゃねえよ。そういえばあれ、これ足りてるかな、足りてんのかな俺突。ちょっと見てくるわ。うん、はい、ということで同じ、新カードを手に入れた時にはまあ突みたいなのできるんですよ。要するに強化で技強化可能。うん、この下のターボってやつだね、今使用中のやつ。これさっき組み込んだのよ、これ実は。これに技強化全部いけんじゃんこれ。え、うわ、技レベルすげえ上がる。そんなに上がる、おー、これ大事だよ、これ大事だよ。よしよしよし、いいぞ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 、威力上がりすぎだろ、威力上がりすぎだろ、強いんだけど、すげえ上がんじゃんこれ技レベル。オッケーオッケーオッケー、いいよ、いいな、威力めっちゃ上がってる。うん、うん、進化しよう進化しよう、6万ベリー使えばいいのね。オッケー、いいよ。さあ素材を使って、よっこいしょ、ダーン、で星が1つ増えた。でこれで1回強化していく。まだ進化できるの。あ、さすがにもう足りねえ、進化素材がもう足りねえ。あのさ、俺やばいんじゃない、めっちゃ上がったんだけど戦闘力2万5000以上上がった、やばくない、これこれは強いだろ絶対。じゃちょっとめちゃくちゃ強そうな仲間を連れて強敵に挑みたいと思う、頑張る。さあというわけで早速高難度チャレンジやっていくぞ。ギコワラの海賊団、とんでもねえメンバー集めた、見てくれ。なんだこれ、なんなんだこれは、俺の大好きなマゼランだよ、なぜかマゼランだよ。マゼランとルビー手組んでるよ、で後ろにこっそりチョッパー見えてるね。この3人で、これギコワラの海賊団って言うんだけど、この3人でちょっとね挑んでいこうと思う難しいやつに。でね、俺やってみたかったと、やりたいものがあるんですよ。実はやってみたかったわけじゃない、やりたいものがあるの。それが進化素材がないのよそもそもチャンギコは。なのでこれ一回やってるんですけど、この木の修練、これをねちょっとねバチコリとこのマゼランとチョッパー率いてクリアしていこうと思うよ。ゲームの操作性に関しては前回も触れたんだけども、めちゃめちゃシンプルでやりやすいよ。じゃあ早速いくよ、説明しながら募集するポチ。やっぱマルチって楽しいよな、やっぱゲームはさ友達とやってなんぼだよ。さあ来たね来たね、チョッパーと、あれでっかいの来ないな、あれでっかい、でっかい人、でっかい人、あ、で、来た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 よ。じゃこの3人で進化素材を集めに行くぞー。いやいや、あなたはチョッパーだからね、あなたチョッパーだからスーパーってやっちゃってんじゃん本当に。さあ始まりますよ。ちょっとね難易度高いからさ、これフルオートが優秀だって前回言及したと思うんだよ、そうギコちゃん言ったと思うんだけど、もちろんそれも織り交ぜながらなんだが、あっちょっと待って、あ、強いじゃん、ちょっと待って強いよ、こんちゃんこんちゃんこんちゃん、やばいやばい、まあ、ここでちょっとね溜めましょう。あ、ちなみにさっきのガシャ動画から若干実はガシャ引いて少し鍛えちゃった。ちょっとめちゃくちゃ強いね、エリアクリア、早い早いよ、スタンプでやり取りしつつ
いけ、ちょっと危ない危ない、ちょっと危ねえよ、ちょっといけいけ、頼む、いけるよいけるよ、お前ならいけるよ、いけるって、ちょっと待って、いけるって、セミオートだって、セミオートにするって、これでターボターボ頼む、ちょっと、いけるいけるいける、これでいい、早くない早くない、ちょっと昔こんな話じゃなかった、なんだこれ、めちゃめちゃ簡単じゃん、なんでちょっと待って、俺もうちょっと難しいと思ってたんだけど、すげえ簡単、待って、ルフィ強いって、あと仲間ありがとな、仲間ありがとう、強すぎるでしょこれ、ちょこれ結構楽勝でいけちゃったから、次行こっか、チョッパー、これのベリーハード、これね総力マッチ23万って書いてあるんだけど、このチョッパーが強えんだよ、今の執念ルフィを入れたこの技巧荒の海賊団だったらどうなるのか、ちょっとやってみたいんで募集していこうと思うよ。さあ始まりました、でも最初はもう余裕でしょ、ここはもう、うん、まだまだここは余裕よ、フルオートで余裕でしょ、おーい、はい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 、ありがとう、いてい、いてえな、あでもこれ全然余裕だわこれちょっと待って、まあチョッパーが出てきてそっから本番だから、いいよいいよいいよ、簡単じゃないか、なんだこれはさあ来た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 、スーパーしちゃうよ本当に、よし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 、こっからや、はいはいはい、はい、すいません、俺も返しちゃったよ、俺も返しちゃったよ、間違えて、どんどん行くよ、どんどん行くよ、もうどんどんやってもらおう、これやばいんじゃない、どんぐらいいんの、どんぐらいいんの、どんぐらいいんの、おおおおお、つえつえつえ、これね全然減らないんだから、このチョッパー強いんだから、いや強い、えっ、ちょっと待って、終わる、これまさか回復与えないの、そんなことある、これ強くない、スーパーすぎるでしょ、スーパーだろこんなの、やば、え、ちょっと待って、え、こんな簡単だったいや、執念ルフィがやばいんだと俺は思うけどね、普通に、え、何エクストラステージって、何これ、なんか来たんだけど、え、何これ、なんか来た、ちょっと待って、なんか来たぞ、なんだこれ、な、何が起きてるんだ、なんか難しそうだけど大丈夫か、始まった、何、ちょ、ちょ、チョッパーやん、え、ちょっと待って、俺初めて戦うんだけど、ちょっと待ってよ、ねえ、スーパーしてるけど、いけんの、これ何これ、ちょっと待って、おお、弱い弱いじゃん急に、ちょっと待って、いける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 、一足先の乾杯するわ、これもういける、これもう、もう決まった、決まったでしょ、これはいけるでしょ、いやー決まっちゃえよ、もうなんだなんだ、意外といけんじゃん、よいしょ意外といけんじゃんこれは簡単だったね、これ簡単、20秒で終わったわ、ありがとう、そうお世話になりましたよ本当に、サンジ、おうおうおう、あ、えこれ進化素材だ、めちゃめちゃ欲しいやつだよ俺、やってみようか、35万、おかしいねえだよね、そうキザルなのよ、38万、39万あるからギリ大丈夫だとは思うんだけど、回復の木箱が出現するのでうまく使う、回復をちゃんとするとね、ただこっちにはチョッパーがいるからなんとかなるとは思ってるんだけど、なんとかなるのかならないのか、ちょっと試してみよう、あー、死ぬ、まあ来た来た、まあ最初は大丈夫でしょさすがに、あ、硬くね、こいつ硬くね、このでっかいやつ硬くね、危ね、ちょっとやばい、あー、いって、こいつ強え、1万8000、あ、でもすぐ来た来た、ありがとう、いや、でかいな、ちょっとでかいでかいでかい、やばいって。ちょっとでかすぎるから。よいしょ。あのさ、チョッパーのおかげでさ、全然スピン減んないじゃん。これ、今のところ楽だよ、わりかし。これで決まったかな。あ、まだか。あ、決まったか。あ、エリアクリアじゃん。こっから先だよ。キザルがいるよね。いけちょっと減ってるの、え、全然、え、待って、ちょっと減ってるか、ちょっと、ちょっと減ってるな、ちょっと減ってるよ、全力で行こうぜみんな、ワンピース掴むために、あ、結構いってんじゃん、結構いってんじゃん、結構削れてんじゃん、言うて、よしよしよし、すげえ回復、過剰回復が今すごい回復してる、もう連打連打連打、ピヨってるよよく見たらキザルピヨってるよ、
待って、さっきのヒントあった箱で回復してどこにあるのこれ。いけません、それ必要がないぐらい回復してんだけど。このままやっちまえ、みんな。いける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 よ。だらよし、いけんのこれ。むせるわこれ。いけた、連打だよ。確かにやったこれはでも結構余裕でしょ、さすがに。これは余裕でしょ。ああ余裕だね、これに任せろ。ダーン、イエーイ。399万、ありがとう。いやーすごいねあのなんかね、セリフが頭からすっぽ抜けたもん俺。自分何喋ろうかなって考えてた部分もあったんだけど、あそこまでまさか意外と早く終わると思わなくてびっくらこいた。はい、というわけでどうだったでしょうか。今回はまあタイトル通りなんだけども、まあサウストの高難度クエスト、いや超高難度クエストに挑んでみるっていうね、初めて1週間ですからね、キコちゃんまだね。だけどまあ強い仲間だったりとか、今はこの5周年の周年ルフィだったりとかがいるんで、まあこいつらを駆使すれば初めて1週間でキザル倒すことができるということが証明されましたね。素晴らしい。さあそんなサウストですけども、今5周年ということで、前回でも動画にさせていただいたんですけども、サウザンドチケットガシャ、はい、これ、このサウザンドチケットガシャだったりが、まあログインするだけで1000連引けるんで、まずこいつを全部、引き切りましょう。まだギコちゃんも引き切ってないんだけどね、うん、引き切りましょうっていうところと、さっきガシャ引いたと思うんだけども、ステップアップガシャだったりとか、すごいお得なガシャ今たくさんあるので、これもね、まあ周年ならではのお祭りガシャだと思うので、ぜひともぜひとも皆さん引いてみてください。必殺技、まあ、シーンカードだね、シーンカードだったりとかもすごい強いカードが当たったりするので、うん、めちゃめちゃおすすめでございます。ということで、まだワンピースサウザンドストームやったことないよっていう方いらっしゃると思います。前はやってたんだけども、最近ちょっとログインしていないって方もいると思います。まだやってない方はぜひとも概要欄からポチポチダウンロードしていただいて始めてみてください。最近やってないって方はね、この5周年を機にぜひともめちゃめちゃお得なねアイテムたくさんもらえるんで、ログインしてプレイしてみてください。そんなわけでまた次回お会いしましょう。以上、ゲコさんでした。バイバイ。